ご覧いただきありがとうございます。今日は12月10日土曜日の映像です。和倉温泉の入り口レストランハイダルイでお昼ご飯を食べました。昔から地元の方に愛されているお店で味は保証付きです。私のお気に入りはオムライスです。なんか癖で水につけちゃうで、なんか変な方向からスプーンを入れておりますが、美味しくいただきました。どれも美味しいんですけれど、人気なのはエビフライ定食、それとハイダルイカレーが人気だそうです。和倉温泉街をぐるっとドライブ、そうすると外観を改修しているホテルが多かったです。ニュアンスを改修して、細胞も回収しとる。え、駐車場過ぎちゃったよ。お目当ての足湯の駐車場を通り過ぎてしまいました。一緒に行ってないのは、これ野トラク行ってないわ。一緒に、私仕事で野トラク泊まったよ。自宅から程よい距離にある和倉温泉、人生52年の間に忠谷さんから野トラクさんまでの間にある星付きホテルはほとんど泊まらせていただきました。年の功と言いますか、52年長いですね。この間お風呂だけ借りたんってどこやったっけ？解剖か。このお風呂も良かったよ、ね。これ普段こんなだだ広いがや。何もないがや。よさこいの時しか。この辺こっち側から、ゆったりパークは娘たちがよさこいをやっている関係で、のとよさこいの時によく訪れる公園です。来年どうかね。絶対こんなんやろ、こもりにこもりあんたら、このホテル予約しとかん、結構高いわ。こ輝波だよあれ、ね、なでもほら、いっぺんは立地もいいじゃん、本部から近い。だってちょっと行けるやん、行くない？便利やん、ちょっと贅沢。夏やったっけ？6月いい時期やん。そりゃいいじゃん。おっさんが足を取るか、太い足を取るか、どっちかよ。まだ行けていないお宿が、白鷺の湯の能と海舟。息子が建築に携わった、初めて携わった現場ということもあって、
行ってみたいなと思っております。まあ今回ナレーション入れてみようかなと思ったのはですね、スマホ一つで編集してまして、打つのに老眼がねちょっと進んできてしんどいなーなんて思っちゃったりして、まあ、見るのもね字幕をずっと見てるのも大変かなと思う、そんなお年頃になっちゃいまして、まあ、船舶ライトかっこいい、喋るのは富山弁を隠しながらこう喋ってるわけなんで、なんか お聞き苦しいところもねあると思うんですけれども、ちょっと長い目で、細く長い目で見ていただいたらありがたいです。和倉温泉街は自宅から一番近い温泉街で、会社の慰安旅行なんかにもよく使われて、夜アルコール飲まなければ宴会後でも日帰りできちゃうくらい身近な温泉街です。和倉温泉街を出て能登島大橋を渡って能登島に行ってみたいと思います。自転車で渡ったよねそして私リタイアしたよねでもさ、後々聞いたらさ、結構ハードな道らしいよ能登島って。その時の映像です。よく見てください。あ、これはね、あの奈良に行った時の、まあ、たまたま能登の写真があまりなかったんで出したんですけど、主人はロードバイクそのままなんですよ。で、私はクロスバイクにティアラを乗せて走ってるんです。圧倒的な体力差もあるんですけど、これで能登島やっぱきつかったです。能登島って結構アップダウンがあるんですよ。で、前かごでティアラは動いてバランス取りづらいですし、もう足つっちゃって、もうリタイアっていうよりは喧嘩です。もうあの夫婦喧嘩、もう車取ってこいみたいな、そんな感じの思い出があります。ツールドノートなんか行われるコースなので、結構サイクラーの方とすれ違ったり、まあ、追い抜かれたりしたんですけど、前に犬乗せてますんで二度見されておりました。一応乗せてるカゴはペット用のちゃんとしたものなんですけどね。道の駅能登島交流市場に来ました。まあ結構しょっちゅう来る道の駅なんで、特に実はお買い物はしなかったんですけど、横にあの大型犬用と小型犬用に分かれたドッグランができてました。天気も良かったですし、あの元気なワンちゃんが走り回っていました。コーヒーでも飲もうかなと思って、フィッシングパークに車を入れました。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は11分です。運転お疲れ様でした。え、ドッグランあるんだ、無料の。手作り感満載のドッグランも無料なんですけど、まあ、このフィッシングパークもあの駐車して休むには、まあ、釣りするのもと思うんですけど無料です。私は浜育ちなんで、ちょっと釣りもするんですよね。小さい時からなんか海から近いとこにあの育ってますんで、でまあ今度こういうところでトイレもありますし、こういうとこで釣りもいいかななんて
偵察に下見に来てみました。RV パークもあるんや。あ、だから私チェック入れとるんや。私の Google マップのなんか行きたいポイントにあったもん。だからか。でもそれにしてもフィッシングパークやけど誰も釣りが誰も釣りしとらんで。来てこんだから寒い。でもそれにしても誰も釣りしとらんぜ。でもだって大野さん釣りしとるもん。こないだも言っとったもん。タコは見とられた言うてはったもん。お気に入りのクッキーです。和三盆クッキー。富山県高岡市福岡町にある鈴木かしほさんのクッキーなんですけど、なんか口の中でホロホロっとほどけるような食感の美味しいクッキーで、私も家族も大好物でよく買ってます。毎回毎回。あ、だいぶ上手になったんじゃない。でさ、すごい保温力高いんやけどさ、ちょっとお湯がどう出るかわからんからさ、なんかドリップ向きじゃないよね。そこも出ないし、細く出そうと思ったらさ、不安定やろ。でもどっから出るかわからんみたいなさ。そのうち蓋ぶしゃって取れそう。そうなんだよね。そこが難点なんだ。裏盛りするし。サーモスさん、サーモスさん、山線ボトル、もうちょっと改良お願いします。国吉リンゴと我が家の柿。夕飯は富山県に戻ってきて回転寿司にしました。まあ北陸の回転寿司は結構レベルが高いって言われてますけれど、まあ玄関の花もすごく立派で、私の身長ぐらいある生の生け花が生けてあって、とっても素敵でした。メニューに福井の美味しいお酒鶴竜があったので、オーダーしました。まあドライバーは主人です。香箱ガニの軍艦とかですね、白エビ美味しくいただきました。これはへしこですね。さっきの黒龍も福井なんですけど、福井のセットで美味しくいただきました。セリアでお買い物して帰ったんですけど、ちょっとあのシンデレラフィット的なものを見つけたのでご紹介しちゃおうかなと思います。蓋付き収納ケースロングホワイトっ
っていう商品なんですけど、一般的な大きさの紙コップですね、205ml の結構よく見かけるサイズなんですけど、これもセリアで買って30個入りなんですけど、30個は入んないんですけど、20個半が一応ね、ピタッと結構キャンピングカーのタンクが10リットルしかないので、洗い物を減らすために紙コップよく使うんですけど、こう荷物で押されてギュッて型崩れしちゃうので、なんかケースがあればなと思ってたのがぴったりのが見つかりました。もう一つ、キャンピングカーとは関係ないんですけど、もうすぐクリスマスっていうことで、孫たちも遊びに来るということで、ちょっと雰囲気よくキャンドルを灯そうと思ってキャンドルホルダーを探していたところ、このガラスポットを見つけました。亀山のティーライトキャンドルがちょうどポコンってちょうど入るのでいいなと思っております。普段そんな雰囲気のある使い方をしてなくてですね、だいたいつまみの干しホタルイカを炙ったり、全然ロマンチックな使い方をしないんですけれども、クリスマスぐらいはと思ってどうかなと。これがいつもこの干しホタルイカを炙ってるキャンドルホルダーなんですけど、これは蓋がついてて途中で消せるんですよね。消すのが簡単というか、今回の園芸用ポットもですね、同じものを重ねるとこう酸素がなくなって消えてくれます。便利なんじゃないかなと思います。最後までダミ声にお付き合いいただきありがとうございます。ではまた。